こんにちは、ミントのまいです。ジングルベールジングルベール、街はクリスマス一色、いろんな場所でイルミネーションしてますね。私は寒いお外を散歩するのが好きなので、この時期が大好きです。キラキラして綺麗ですもんね。どうも、ミントラボ東京のエビスです。あまりに暖かい冬なので、コートを着るタイミングがわからなさすぎて四苦八苦しています。寒い暖かい寒い暖かいの連続で困ってます。それでは早速今週のウィークリーミントレポート。毎週全店舗で最も売れたトレカ商品を5位までのランキング形式でご紹介、ミント店頭売上ランキング。第3位、 BBM ベースボールカードフュージョン2023。フュージョンが今週も安定のランクイン。往年の選手たちのサインカードや始球式カードが楽しめるのがこちらの商品。始球式サインカードはものによってはものすごい価格になっているものも出ているはず。続いて第2位は2023トップス NPB クロームベースボールカード。 NPB 版トップスクローム、はちゃめちゃに人気です。ミントでもどしどし小シリやスーパーフラクターが出たという声をいただいています。お求めの方はお早めに在庫のある店舗へ GO。そして先週最も売れた商品はこちら、第1位、 NBA202223 パニーニ 1&1 バスケットボールホビー。1ボックスにたった2枚しか入っていないこちらの商品、しかし出てくるカードの中には超人気インサートのダウンタウンや収録選手の名場面をカードに収めたタイムレスモーメントカードが封入されています。かっこよさに全振りの 1&1 バスケットボールが1位にランクインです。3位まではこの3つの商品でした。4位は2023トップス NPB206 ベースボールカード。100年以上前のデザインを踏襲したベースボールカードが NPB 版となって登場。 T206 シリーズのオマージュデザインやタバコカードサイズのものだけではなく、中にはカードの裏にウサギや招き猫が載っていることも。5位は BBM ベースボールカードプレミアム2023グローリー。 BBM 社の高級プロ野球商品グローリーが今週もランクイン。グローリーでしか手に入らない高級感あふれるカードたちが収録されています。以上が先週売れた商品トップ5でした。まだ店頭に並んでいる商品もございますので、ミントまでお越しになった際にはぜひお手に取ってみてください。続いてのコーナーは今週のイチオシ商品をご紹介する Picks of the Week。 今回ご紹介する商品はこちら、12月21日トップス社から発売予定の2023トップス MLB ベースボールカードジャパンスペシャルエディション。今年も日本限定の MLB ベースボールカードがトップスから登場。1ボックスに24パック、1パックにカードが10枚入っており、日本限定版ではおなじみとなった桜パラレルや全てのカードに日本の国旗が載っているなど、まさに日本仕様となった MLB カードたちが今年も登場。2023年の MLB シーズンだけではなく、日本が制した WBC をフィーチャーしたインサートやオートグラフカード、オートグラフレリックカードなども収録。今年もメジャーでブレイクした日本人選手たちや、これからも期待がかかっている日本人選手たち、はたまた推しの MLB の選手たちをぜひこの機会でも集めていきましょう。そんな2023トップス MLB ベースボールカードジャパンスペシャルエディションは12月21日から発売予定。続いてはミントから今週のニュースをお届けする週刊トピックのコーナー。年末年始といえば福袋、ミントではいち早くプロ野球商品の福袋の販売を開始しました。高級版のグローリーやジェネシス、ラグジュアリーなどを含む3ボックスがランダムで封入。最大5万3900円分の商品が封入された福袋が数量限定で2万2000円、超お得。NPB 好きや NPB カードコレクターの皆さん、2023年はミントで締めくくりましょう。今年ももうすぐ終わっちゃいますね。ミント直営店では年末年始お休みの店舗や時間を短縮しての営業を行う店舗がございます。お年玉を握ってお買い物の際には各店舗 SNS やミントホームページから営業時間をご確認いただき、お間違いのないようご来店ください。店舗によっては急遽営業時間を変更する場合もございますので、ご了承ください。以上、今週のトピックでした。続いては新コーナー、今週の推し。毎週世間で注目されている選手をピックアップし、独断と偏見で推していくコーナーです。今週の推しはこの選手、ショウヘイ・オオタニ。
10年1000億円超えのアメリカスポーツ界最大の契約を結んだ大谷翔平選手、 WBC 優勝、初の2度満票での MVP 受賞、残るはいよいよ優勝ペナントのみといっても過言ではない破竹の勢いの大谷選手。来年は怪我の治療のためバッティング一筋で臨む1年となりますが、逆に言えばバッティングのみに集中する1年となり、今まで以上の勢いになる可能性も大いにあります。移籍後、ドジャースユニフォームでのカードが来年から発売されることが期待され、エンゼルスの赤いユニフォーム姿のカードが希少になる可能性もあります。まだまだ活躍が期待され、まだまだ大谷選手のカードから注目が離せません。これからもこの一生に一度の選手をどんどん応援していきましょう。以上、今週の推しでした。続いてはゴールディーオークションニュース。ここからはミントラボ東京の私荒川がお伝えします。ゴールディーオークションズはアメリカ屈指のオークションハウスで、ミントは日本で唯一業務提携を行い、日本のお客様のお持ちのお宝を出品する出品代行業務を行っています。そんなゴールディンオークションズから最新の取引情報をご紹介します。一つ目は1933年ガウディ、ナップラジョイ、PSA9、 2023年12月3日約3500万円で落札。90年前に発行されたヴィンテージカードが約3500万円。このガウディというセット、現在ではアッパーデックがデザインをリメイクして新たにカードを作っているので、セットの名前だけは知っているという方も多いかと思います。一方ガウディはトップスナウやエポックワンといったオンデマンドカードの先駆けであるという点はあまり知られていません。選手の活躍に応じてタイムリーに印刷をする当時では画期的なスタイルだったのですが、製品に対する苦情のお詫びとして急遽作られたのがこのカードで、ベーブ・ルースやルーゲリックに続いてレアな一枚と言われています。続いて1986年87年プレイヤー、ジョニー・ムーア、 PSA10、 2023年12月3日約230万円で落札。マイケル・ジョーダンのルーキーカードで有名な1986年フレアの PSA10 が約230万円で落札。皆さん、このムーアという選手をご存知でしょうか。スパーズの永久欠番の選手らしいですが、私は実はあんまりよく知りません。このカード、実はなぜか PSA10 の数が異常に少なく、このセットを全て10で揃えたいコレクターにとっては珍品扱いされてるんです。一番人気のジョーダンの10が322枚に対し、ムーアはわずか68枚。マイナーであるということは、かえって熱狂的なコレクターたちにとっては超レアになる可能性がある。コレクションの面白さを表している一枚です。ミントでは皆さんのコレクションをゴールディンオークションズに出品するための代行業務を行っています。皆さんのお家にもお宝カードが眠ってるかもしれません。そんな時はミント直営店までご相談ください。以上、ミントラボ東京の荒川でした。最後はミント店舗で行われているお客様いい引きのコーナーです。1980年代最高峰の選手の一人、ジーコ選手の直筆サインカードをまとっているオーラが違います。 MCU のビジョン役ポール・ベタニーの直筆サインカード、ワンダービジョンでのキャラの葛藤が見える一枚です。昨年の新人王パオロ・バンケロ選手のイクイノックスオートグラフカード、今年乗りに乗っているマジックに期待が隠せません。初の日本人メジャーリーガー村上正則選手の直筆サインカード、表にオートグラフ、裏に招きのこと、豪華な一枚です。湯浅敦樹投手のボルカニックインサートカード、スーパーフラクター、今後も火山のように熱い活躍を期待しています。ミントでは店内で開封いただいたお客様のいい引きを各店舗 SNS で投稿しています。今後も皆様のお客様いい引きをお待ちしております。お待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。ミント公式 X やカードジャーナルでもスポーツカードの情報を発信しておりますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。恵比寿さんはクリスマス予定あるんですか？もちろんミントでサンタとして働いていますよ。それではまた来週。